7月4日、松山市山越町の愛媛県男女共同参画センターで、花咲くなでしこ応援塾が開校しました。これは女性が生涯を通して自分らしく働き、輝き続けることを目的に3回にわたって開催されます。第1回目となった今回は、人材開発コンサルタントの河野久美子さんを講師に迎え、人生山あり谷あり、私らしいキャリアを築くためにというテーマで行われました。こちらの愛媛県男女共同参画センターの中で実施している講座で、男女共同参画の社会づくりに向けた意識啓発という講座があるんですけど、その名称をエンパワーメントカレッジというふうに呼んでおります。その中の一環で一つ働く女性を対象にしたなでしこ、花咲くなでしこ応援塾というのを、今回実施しております。去年から立ち上げた講座になりますので、今年で2回目になります。働いていらっしゃる女性の方が、ワークライフバランスというものを考えながら、働きながら自分らしくこう輝き続けるっていうところを講座の中から実技ですとか理論とかで、ヒントにしていただきたいなと思って始めた講座になります。働く女性たちが今後仕事とそして家事、育児、介護などとそういったライフステージと両立していくためにいろんな山あり谷ありの転機があると思うんですが、そういったことをこう応援したいということでいろいろワークを通じて学んでいただきます。ワークライフバランスとよく言われますけれども、こう両立っていうよりはこうバランスよくですね、人生をこう時間は限りが24時間ありますので、その中で24時間もう本当に70歳までこう女性が生き生きとこう輝ける社会っていうことを今も社会全体で目指していますので、私たち女性がもっとこう輝けるようなそんなこう応援できるセミナーにしたいと思っています。健康面に関してまず先生 の, キャリアもとても興味深いお話でしたし、自分自身も仕事だけっていうのじゃなくって幅広い目でキャリアっていうのを考えるいいきっかけになりました。世代がそれぞれなので、いろんな刺激を受けましたし、仕事もバラバラなんで、同じ講義を受けるにも状況が違う中でいろんな意見が聞けて楽しいなと思います。参加者たちは自分らしく働くとはどういうことか話し合いを通して学んでいました。